授業は学校教育などにおいて教科、科目などの教育として行われるもののことである。大学の課程などにおける授業は講義、演習、実験、実習、実技に区分される。教師が教科書を用い、教科、科目などの内容を学習者に説明、解説する方法が代表的である。教科書を読み上げたり読ませたりするなどして教える授業方法は講義といい。 法令用語としても使われている。講義の英称、レクチャーを同詞として使用する場合、講義するの他に、叱るという意味を持っている。一方向的な教科は、学習者がしばしば退屈したり、飽きたり、うんざりさせられるため、授業中の死後を招き、教師が学習者を叱ることがある。レクチャーの、叱るという意味は、そのあたりの事情を反映していて、意味が深い。 このように学習者の興味を引かないことは、学習効果を下げるという批判から、学習者の関心を尊重することの大切さ、自主性を引き出すような授業の必要性、問題解決学習の実践といったことが言われるようになってきた。授業は、概ね次の形態に分類できる。なお、日本の初等教育や、中等教育においては次の授業区分はなく、 各種の指導方法が組み合わされて実施される。ありがとうございます。